という長い名前がついております。朝になってまいりますと、ニコライ堂の鐘の音が聞こえてまいります。なるほど、面白いね。まもなく左側の模型の正面の壁が下がり、中の礼拝の様子がご覧いただけます。礼拝の様子まで、おお、すごい。さっきの子の文ちゃん、そういうのやってくれたんだね。ニコライ堂は現在の JR 御茶ノ水駅の南、神田駿河台の丘の上にございます。当時は東京の至る所で眺められたそうですが、現在ではビルの谷間に埋もれてしまいました。ニコライ堂という名前は、日本とロシアの交流に尽くした宣教師ニコライ氏にちなみ名付けられました。なるほど。ありがとうございます。